たったの20回で翌日下腹が引っ込みます。はい、皆さんこんにちは。最近ティモンディの高岸に似てると言われますタートルです。はい、本日の内容なんですけども、レジスタンスバンド、いわゆるミニバンドを使った下腹腹筋、たったの20回で翌日下腹がへっこむ腹筋を紹介しようと思います。今回のメリットとしては、下腹にしっかり効かすことができます。それはなぜか、レジスタンスバンドを使いますので下腹に加わる負荷がアップします。なおかつゴムバンドを使うことで負荷が上がるのに行いやすい、めちゃくちゃメリットが大きい腹筋です。やり方のポイントとしては、動きをゆっくりすることです。なおかつ呼吸を意識することが大切です。お腹を引っ込めるポイントは、息をしっかり吐きながら腹直筋ではなく腹横筋を使う意識をするっていうことが大切です。もちろん腹筋を割りたいとか腹筋鍛えたいっていう人はですね、クランチとかレッグレイズすればいいんですけども、お腹を引っ込めたいということで腹筋を行うんでしたら、動きはゆっくり、呼吸を意識ということです。で、今回レジスタンスバンド、一番柔らかいやつを使用していきます。物足りない方は強いやつでやってみてください。もしバンドがない方はですね、身を見まねで腹横筋を使う意識をしながら一緒に行っていきましょう。今回は20回行っていきます。ではやり方を説明します。はい、今回はですね、足の土踏まずに両足セットします。そして寝っ転がります。で、腰が床についてるほどお腹を使う意識がしやすいですから、もし腰が反れてる場合、腹筋ではなく脊柱起立筋って効いてしまいますから、できるだけ腰をつけるために上体を少し起こしておきます。この状態で足を少し上げて腰をつけておきます。ここから万歳して息を吐きながら片足引っ張ってきます。片足を引っ張ることで下腹に効きます。ここで意識することは呼吸です。息を吐き切ります。で、足を入れ替えるときに吸います。手をしっかり広げながら息を吐くことで、腹横筋をぎゅーっとお腹を引っ込めながら息をふーっと吐きます。イメージとしては、手で壁をふー、ここにある壁をふーっと押さえる感じで、お腹を引っ込めながら、背中を丸めながら、お腹と背中がひっつくぐらいぺっちゃんこにする意識で動作を行っていきます。これを左右1回として20回行います。できるだけ動きはゆっくり、呼吸は長く吐きます。それでは一緒に行っていきましょう。バンドない方は見ながらやってください。いきます。8 9 10 11 2 3
ティモンディ高岸に似てるっております。いやー、効きましたね、腹筋に。やっぱりこのレジスタンスバンドを使うと動きをゆっくりできるので、すごい筋肉を使う意識ができますよね。バンドがなかった方はですね、説明欄にリンク貼ってますんで、ぜひ見に行ってください。5本ぐらいで1000円ぐらいです。すごくこれは便利です。でゴムっていうのはやっぱり引っ張れば引っ張るほど力がいりますから、力がある人、力がない人、どちらもこのバンドで筋肉をしっかり効かすことができます。強い人はそれだけ引っ張れますし、弱い人はあんまり引っ張れないんですけども、少しは引っ張りますから筋肉により効きます。で今回20回行ったんですけども、ゆっくりやってますから、お腹にずっと負荷がかかって、呼吸を意識して、お腹をずっと引っ込ます意識をしてますから、実質普通のクランチをですね、1、2、3ってやってても、戻った時には力が抜けてますから、今回20回しかやってない腹筋ですけども、通常のクランチ50回ぐらいのね、負荷は加わっている感じになります。ですのでお腹を引っ込めたい方っていうのは、こういったゆっくり、もう止まっとくくらいに近い腹筋を使うメニューがおすすめです。筋肉というのは使った翌日とかはキュッと引き締まりますから、もちろん今やった20回を3セット4セット5セットってやっていくとですね、次の日お腹の力がもうないので、逆にお腹が出てしまうんですけども、抑える力がもうなくなってますから出てしまうんですけども、お腹を引き締めとくっていう点で言うと1セットぐらいがちょうどいいです。毎日1セット、毎日これを見ながら1回、20回のやつを1セットやってもらえたら、お腹っていうのは毎日緊張した感じを維持できますから、お腹が少しね、出るお腹を抑えれて引き締める効果があります。もちろんお腹を使った直後もですね、少し引き締まった感じすると思うんですけども、もし人によってはですね、お腹の力を使い切ってた場合、やった直後はお腹が出てしまいます。ですがそれが回復した翌日とかはキュッとお腹が締まりますから、ぜひね、お腹の脂肪を取るとは関係ないんですけども、お腹というのは抑える力がありますから、そこをね、意識するだけでもお腹っていうのはへっこみます。もちろん脂肪を取りたい方はですね、しっかり筋トレと食事の管理をすれば脂肪は減っていくんですけども、ただその過程としてはですね、お腹をいつもへっこましていきたいよっていう方は、今回みたいな腹横筋を使う意識のゆっくりの動き、ゆっくりの呼吸というのを意識してやってもらえたらと思います。はい、今回レジスタンスバンドを使った下腹腹筋です。これからもこのバンドっていうのはすごい効果的ですので、使ったエクササイズをどんどん押していきます。ですので持ってない方はですね、ぜひ説明欄にリンクありますんで、ご用意しておいてください。一番やるの1本あればいいんですけども、まあ、一応ね5本ぐらいセットになってますから、まあ、強度に応じてバンドを変えて行ってもらえたらと思います。でレジスタンスバンドっていうんですけども、英語ではですねミニバンドと言います。ですのでミニバンドで検索するといろんな動画が出てくると思います。外人の方はすごい使ってます。日本人の方はやっぱり YouTube なんか見てる方はですね、自重で全身動かすようなダンスするような感じのエクササイズを10分とかする人多いと思うんですけども、できればそういうのを10分とか20分とかするんではなくってですね、ちょっと負荷を適度に上げて5分とか3分とか時間を短縮して、より筋肉に効かす方がメリットが大きいです。長い時間運動してしまえばしてしまうほどお腹が空いて逆に食べてしまうっていうのが人間の心理ですから、短い時間で筋肉に効かしてお腹が空かないように保っていく、そこでダイエットに励んでいくっていうのが、まあ、手っ取り早いっていう感じです。ということで今回メリットとしては、行いやすいのに負荷がある、負荷があるので下腹にしっかり効くということになります。
たったの20回でしたけども、下腹がへっこんだ感じするんではないでしょうか。どうでしょうか。頑張った方、勉強した方、よかったらグッドボタン、コメント、シェアもよろしくお願いいたします。で、これからも短い時間、少ない回数で効くエクササイズをどんどん載していきます。ですので、効果的なエクササイズを知りたいなとか、一緒に見ながら少ない時間やりたいなっていう方は、よかったらチャンネル登録をして、これから動画の更新の頻度もですね、もしかすると落ちるかもしれません。できるだけ毎日載せてますけども、動画の頻度が下がった場合、動画に気づけないかもしれません。ですので、チャンネル登録の横の鈴のボタンを押してもらえたらと思います。今回もご視聴ありがとうございました。